ベニン王国ベニンエンパイヤーベニン王国とは12世紀から1897年までナイジェリア南部の海岸地帯に存在した王国。首都は現在のベニンシティ。現在のベナン共和国はこの国の名にちなんで命名されたが地理的にも歴史的にもつながりは全くない。イギリスで保管されているベニン王国で使われていたとされる旗のデザイン12世紀。 この地域の住民、エド人によって建国された。西のヨルバ人が建国した国家ではないが、オズルワ王によって建国されたという、ヨルバ人と同じ建国神話を持ち、イフェノ西王のもとに、ベニン王が認証を受けに行くなど、ヨルバ諸国と強いつながりを持っていた。15世紀、エワレ王の統治下で、ベニンは黄金時代を迎えた。1481年には、 空位時代を迎えていたベニン王に民会がオゾルア王を選出した。オゾルア王統治期の1485年にポルトガル人の探検家がベニンに到達し、西王との交易が始まった。海岸線に近く、西王との交易に有利だったことで、ベニンは貿易の中心地として発展していく。ヨーロッパには、胡椒や奴隷、造牙を売り、代わりに柿を輸入して奴隷狩りを行い、 ベニンはさらに勢力を拡大していった。当時のヨーロッパ人によって、ギニア湾岸一の大都市として紹介されたのも、この頃のことである。16世紀には、王がリスボンに、憲王施設を送り、ポルトガル王は返礼として宣教師をベニンに送った。その後、18世紀に入ると、西のヨルバ人のお王国が力を伸ばし、また奴隷貿易の中心も西のダホーメ王国や、 アシャンティ王国方面に移り、ベニンは衰退したが、19世紀にはパームオイルの輸出により、王子には及ばないものの少し勢力を回復した。1897年、イギリスとの間に、イギリス人殺害をめぐり紛争が起こり、イギリス陸軍はベニンを占領。町を焼き払い、王国の文化財を破壊し略奪した。ベニンのブロンズ像はこの時に略奪され、 世界各国へと流れていった。1914年、イギリスはベニン王室の復活を強化。実験はないものの、現在もベニン王家は住人の尊敬を受けている。ベニン王国の造下のマスク1897年に略奪流出したベニンブロンズの多くは、今なおイギリスが多くを所有しているが、一部はフランスにも流れた。2017年、 フランスのエマニュエル・マクロン大統領はナイジェリアに対して略奪されたベニンブロンズの返還を表明した。ありがとうございます。